ザッセンベルクは、ドイツ連邦共和国ノルトライン・ウェストファーレン州、ミュンスター行政管区のバーレンドルフ軍北東端の市である。ザッセンベルク市は、軍庁所在地バーレンドルフの北東 6km のヘッセル川沿いに位置する。本市内で、連邦道 B475 号線、B476 号線、B513 号線が交差する。 現在の地域は1969年の自治体新設以降のものである。本市は旧ザッセンベルク市、旧フュヒトルフ町、ダックマール及びグレプリンゲンの大部分からなる。古い名目上の都市、ザッセンベルクは17世紀後半にミュンスター市協領主の宮廷都市であった。この町は1803年からプロイセン王国の一部となった。 工業化の始まりの時代には、宝石業者と染色業者が創業したことで1858年に新たな経済的交流が起こった。現代に入り、新たな企業が進出したことで、さらなる経済発展がもたらされた。インフラの改善によって、本市は新たな企業が進出するターゲット地にもなっている。百六十九年七月一日に、ダックマール、フィヒトルフ、 グレプリンエンガが合併した。本市の市議会は26議席で構成されている。アムトレックニッツに属したこれらの自治体との友好とし協定は1991年10月5日に締結された。クラブ、施設、協会のほかに民間の関係においても多彩な活動によって都市友好の拡充と進化がなされている。 かつての死の紋章は1939年1月16日に認可された。新聖雑ンベルク氏は1969年12月16日にこの古い紋章を継続して使用する許可を得た。本死の紋章は赤字で紋章基部に金色で描かれた身分の山上に直立する金の探検。この紋章は探検と身分の山による地口一つの福音主義教会。 バプテスト協会がある。ザッセンベルクとフューヒトルフに存在する主な企業は以下の通り、フューヒトルフではアスパラガス栽培が盛んである。フューヒトルフアスパラガス農家利益共同体には15件の農家が参加している。ザッセンベルクにはザッセンベルク西洋ゼフロー老人ホームがある。この施設はサンバ術コンセプトに基づき運営されるドイツ発の養護施設とされている。 ザッセンベルクは、連邦道 B475 号線、B476 号線、B513 号線が交差する地点である。B475 号線は、市の中心部とフィュヒトルフ付近では、バイパス道路として拡充されている。この路線は、群長所在地、バーレンドルフとオスナブリュック地域を高速で結んでいる。B476 号線を、 フェルトマルク近郊保養地の通過交通量を減らすためにバイパス道路としてその北側を通す計画は拒否された。ザッセンベルクの公共旅客交通は、軍長所在地バーレンドルフへのバスに限定されており、軍境を越えるのは、グランドルフ、フェルスモルト、ハルゼ・ビンケルへの通学バスだけである。上級中心都市のビーレフェルトやオスナブディックへは、 通常は、遠回りしていく必要がある。オスナブルックへはバーレンドルフ及び、ミュンスターを、ビーレフェルトへは、バーレンドルフを経由する必要がある。聖ヨハネス教区協会の内部フェルトマルク保養地区、フェルトマルク保養地区は、ザッセンベルク、フェルスモルト地域の保養重点地区の一部である。この保養地区は、ザッセンベルクの北東に位置し、合計114ヘクタールの広さがある。 保養地区の中心にフェルトマルク湖がある。その水面面積は約13ヘクタールで、鳥類保護指定がなされた島がある。下記には湖の一部が水浴地として仕切られる。この区画内で水泳ができ、ゴムボートやその他の水遊びが可能である。天気の良い日には水泳監視員やドイツ人命救助協会、 ザッセンベルク支部のライフセーバーが監視を行っている。これ以外の区画は VFL ザッセンベルクのウォータースポーツ部門が利用している。ここではペダルボートが貸し出されている。湖の周囲では8月の第1週末にザッセンベルクのフェルイコールトライアスロンが開催される。旧動物園のザッセンベルク自然保護地区ではドイツでは大変珍しく保護対象となっている。 小判ユりは咲く。雑船ベルクでは、かつて非常に頻繁に見られ、1960年代には5万株以上が生育していた小判ユりは、現在では、その大部分が雑船ベルクを通って流れるヘッセル、川周辺の小判ユりの野原に生育している。ありがとうございます。